駒姫様、こたびしくじりは許されませぬぞ。もちの論でございます。駒も重々承知いたしておりますので。聞くところによると、バレンタインデーとは意中の思い人にチョコレートを贈る特別な日。意中ってそのような。コマは恥ずかしゅうございます。コマ姫様、当世はもはや歌を贈り合い、ああだこうだとトロトロやっておるような時代ではございませぬ。そのような心構えでは、バレンタインにてよその姫君に遅れを取ることになりまするぞ。いや、遅れを取るって戦ではないのですから、そのようなことは。あもうございます、駒姫様。バレンタインも茶の湯も己のすべてをかけて相対する戦のごときもの。夢夢、油断なさりませぬよう。ましてやかようにチョコが乱舞するバレンタインにおいて、本命チョコはただ一つ。そう、世にチョコは一つあればよい。他のチョコなどすべて余分。そのことごとくを駆逐し、滅する覚悟で挑まねば。ほう、ではとりあえずチョコレートを売店で買ってまいりますので。拙い、やはり話になりませぬな、駒姫様。古来よりチョコレートは手作り、これに限りまする。は？いいえ、駒はこう見えても箱入り娘ですので、そのような面倒じゃない、お菓子作りなどとてもとても。そうくると思い、こたびこの茶室に結界を敷かせていただきました。手作りチョコレートを作り上げるまで、この部屋からは一歩もお出しいたしませぬので、お覚悟を。なんと余計なことを。ですが、おっしゃる通り、マスター様のため。仕方ありません、コマもけっぱるといたしましょう。その意気にございます。駒姫様の生き様、いえバレンタイン様、利休が寮の目でしかと見ておりますぞ。じーじーしてたら駒も動けませぬ。こうなれば利休様にもお手伝いいただきますよ。これはしたり。ではチョコの湯煎はお任せくださいませ。というわけで、本日はマスター様をバレンタインの茶席にご招待いたした次第にございます。それが、チョコができるにはできたのですが。できました、利休様。どうですか、駒の手並みも見事なものでございましょう。えへん。確かに東国一の不器用者とまで歌われた駒姫様にしては、実に見事な出来栄え。歌われておりません。ですが見た目だけでは確実とは言えませぬ。なりばかりよろしくても、肝心の味が伴わねばバレンタインチョコとは言えませぬぞ。
確かに。では、少し味見を。これは？コマ姫様？おいしゅうございます、利休様。まろやかで、甘うて、実に良き塩梅かと。なんと、それはまことにござりまするか。いえ、溶かして固めるだけですので、駒姫様程度でもそこそこのものができるとは思うておりましたが、利休意外。どういう意味ですか、それは。意外とおっしゃるなら、利休様もほらお食べになってくださいませ。どれどれ、これはなんというまろやかさにして甘くとろけるような味わい。利休、簡単。そうでございましょう。コマももう一口。もうもう。甘うておいしゅうございます。もうもう。これは抹茶に合いそうでございますな。いかがでしょう。このチョコに抹茶も添えてお出しすれば、マスター様のお心もがっちりキャッチかと。いいえ、利休様。これなら抹茶ラテの方が合うと思います。いいえ、この甘さには抹茶の方が互いを引き立て合うに違いありませぬ。利休様が抹茶好きなだけにございますよ。今時のナウなヤングは抹茶ラテにございます。いいえ、抹茶にございます。抹茶ラテです。おお、そこまでおっしゃるなら、抹茶と抹茶ラテ、どちらがこのチョコに合うかしかと確かめるといたしましょうぞ。よろしいです、コマは絶対抹茶ラテの方が合うと思うておりますので、コマ確信です。そういうわけで、代わりのチョコを用意しようにも、時すでにバレンタインデー当日。もはやいとまもなく、やむを得ず、コマがいつも飲んでいる抹茶ラテにチョコを散りばめてみた次第にございます。抹茶ラテはコマの手作りですので、どうかお受け取りいただければ。ご安心ください、マスター様。コマ姫様の抹茶ラテ、毎日入れているだけになかなかの味わい。正直、抹茶ラテの手前に関しては、私もコマ姫様に弟子入りせねばならぬほどにございます。そんなわけで、締まりのないバレンタインデー当日となりましたが、せめてマスター様にお喜びいただければと、一席ご用意させていただきました。はい、心を込めてお入れしましたので、ぜひお楽しみくださいませ。急ごしらえで申し訳ありませんが、マスター様に喜んでいただければ幸いにございます。さて、それでは私はこのあたりで失礼いたします。今宵、私は駒姫様の深淵にて
して意識を立ちまするので、あとはお若いお二人でお楽しみくださいませ。利休様、若い二人でなどとそのような、駒は恥ずかしゅうございます。で、意識を立つとかそのようなことができるなら、朝寝したい時なども立っていただけると。今日だけ特別にございます。ございません。それではこれにて。そうそう、最後にもう一つ私から贈り物がございます。お二人ともしばし目をお閉じいただけますかな。目を閉じる、こうですか。はい、ではしばしお待ちを。お二人とも、もう目を開けてよろしゅうございます。これは、あの時の。私の茶室は心象風景の具現化。およそ茶の湯の席であれば、かような融通も聞きまする。では、ごゆるりと。ありがとうございます、利休様。さあ、マスター様、こちらで駒と一服するといたしましょう。実は、駒はマスター様にチョコレートをお送りするつもりはありませんでした。私の方からお渡しするのは恥ずかしく思い、いえ、喜んでいただけるか不安で、またの機会にと日和っておりました。ですが、利休様がこうおっしゃりまして。駒姫様、野に咲く花などいつでもめでられるとお思いでしょうが、そうではございませぬ。今日開いた花をめでられるのは今このひとときだけにございます。次の年もその次の年も同じ花が開くことなどないのです。であればこそ、今の駒姫様のお気持ち、マスター様にお伝えくださいませ。思いとは伝えるからこそ思いとなるのです。マスター様、駒はカルデアに来てから本当に毎日が幸せにございます。そしてもう来ることはない今日という一日、たとえそれが歌方の夢であったとしても、私にとってはかけがえのないひととき。はい、かけがえのない、これが。やはりこれはあまり良いやりようではありませんね。利休様、聞こえておりますか？出てきてくださいませ。いかがなさいましたかな、駒姫様。何か茶席に手落ちでも？そうではありません。それではなぜ私をお呼びに？私と利休様は一心同体にございます。であればマスター様とのこのひととき、私と利休様が共にあってこそのひととき、そうでございましょう。なんと、己をもてなさずして客をもてなそうとは、確かに
つたのうございまするな。互いにもてなし楽しんでこその茶席。マスター様、よろしければ私と駒姫様共にこのひとときをお楽しみいただけましょうや。では利休様のふの焼き、マスター様とご一緒にいただきますね。今日という日は駒にとってかけがえのない大切な一日となりました。本当に素敵な楽しきひととき、はい、一期一会にございます。